春日部市。カス部市は埼玉県東部に位置する人口約23万人の市。人口は埼玉市、川口市、川越市、所沢市、越谷市、草加市に次ぐ県内7位。特例市、業務各都市に指定。当地を起源とする鎌倉時代の武家、春日部市にちなんで現在の表記に改められる。ただし、カスという地名自体は、 カスカベ市登場以前から存在したカス山田王女を参照。江戸時代は日光街道の宿場町であった。1944年、昭和19年、南埼玉郡内牧村と町村合併するまではカス壁町と表記していた。そのため、現在でもカス壁市内には、氏名と同異時のカス壁という名称地域がある。すなわち、カス壁市カス壁。 地域の中央部は、中川定地、東京定地と呼ばれる定地に属し平坦であるが、市内各所に大地を有している。北東部の西宝珠花に、宝州花大地、南東部の南桜井駅付近などに、金杉大地、南西部にある豊春駅付近の花関地区に花関大地、北西部の北かすか駅西側の内巻地区に、内巻大地が存在する。なお、 カスカベ氏は、下嘘大地、西宝芝名と、金杉は、江戸川によって、下嘘大地から切り花沙たと大宮大地、内牧大地と花関大地は、大宮大地に属するという二つの大地が、同一自治体内に存在する唯一の例となる。第一部分には、遺跡が多く所在し、代表的な遺跡として、内牧地区には、内牧つかない古墳群、カス壁地区には、浜川土遺跡、 奈良時代後期から、鎌倉時代、豊春地区には、花関貝塚、宝守家大地には、新名貝塚、金杉大地には、米島、貝塚などが所在する。特に縄文時代の遺跡は貝塚が多く、縄文改新を検証する高地域である。また倉常地区は、中川邸地内に位置するが、近年、菅間遺跡という弥生時代の遺跡が発見され、弥生時代頃から、 人々が生活できる地域であったことが立証されている。地政的に旧カスカ市東部、旧昭和町地区は、田園地帯とりわけ鉄地と河川が多くあり、埼玉県東部地区で一大の米国の生産地である。埼玉県の東部に位置し、国道4号、新4号国道と国道16号、東部伊勢崎線と東部の打線が交差する交通の要衝である。また、 大内古棘川沿いの小渕砂丘は、埼玉県の以前の利根川流路沿いに多く存在する、下半砂丘の代表的なものである。市内では、小渕砂丘の他に浜川と、富士塚で砂丘が確認されている。高度経済成長以来、東京のベッドタウンとして、人口増加の一途をたどってきたが、ここ数年は、いわゆる、都心回帰減少によりで超過数が、 自然増加数でまかないきれなくなっており、減少に転じている。2008年4月1日より、特例市に移行した。故障参考。春日か市についてのお探しの情報のうち、旧昭和町に直接関係あるものについては、昭和町に記載されている場合もあります。北隣に位置する宮城町は、宅地開発を再開して、増加に転じている。 春日カ市中心部には、旧地名、通称名としての町名も多く存在する。朝日町、市宮町、内出町、幸い町、宮本町、春日町、本町、川久保、陣屋など。当市では、春日カ市奨学資金貸付制度という、奨学金制度と入学準備金貸付制度がある。なお、両制度ともに返還義務が伴う。廃校。 新設になった、小学校、私立。市立。県立,私立,私,立,私,立私立。市外局番は、市内全域、048。市内局番が、7XX で始まる地域は6 X X、6XX、7XX、8XX の地域との通話は、市内通話料金で利用可能。浦和 MAA、9XX で始まる地域。 千枚一丁目の一部は、QXX の地域との通話は、市内通話料金で利用可能、総会 MA。収容局は、春日部八木崎局、春日部武竹里局、新昭和局、宝重局、以上裏 MA、越谷大里局、総会 MA。中心駅、春日部駅、東武鉄道の駅数8は、 栃木県佐野市と同数であり、栃木県日光市の12駅、栃木県栃木市の10駅、群馬県大田市の9駅に次ぐ4番目の多さであり、埼玉県内では最多である。平成の大合併前は、東武鉄道が通る自治体で7駅と1番多かった。また、埼玉県内で、東武鉄道の路線が2つあるのは、同市と南埼玉郡宮代町、久喜市。 加藤市、以上伊勢崎線、日光線、坂戸市、鶴ヶ島市、以上東上線、小越線の6市町ある。人口20万人以上の特別区及び、市の中で JR の駅がなく、私鉄の駅しかなく、なおかつ JR の鉄道路線が通らないものには、春日部市の他に、つくば市、草加市、瀬戸谷がやく、練馬区、厚木市、豊田市、豊中市、那覇市がある。 JR の駅がなく、線路だけ通っているものには、山都市、文京区、目黒区がある。東市内、旧昭和町内の路線バスは、朝日自動車と平成エンタープライズ、東武バス及び、春すか市、コミュニティバス、春バスが運行している。経路の文末、括弧は、管轄営業所を記す。おおむね、主な停留所を記載。駅周辺交通規制や、 行き先等の運行形態が多少違う場合がある。タクシーの営業区域は、県南東部交通圏で、草加市、越谷市、久喜市、八潮市などと同じエリアとなっている。ここでは、生まれ育ち両方が、カスカベの人物と、育ちがカスカベの人物を紹介する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。